でもリバプールでウルブスはもう賞味大丈夫、ちょっと見なきゃいけないんだ、これスパーズなんじゃないかと。スパーズは何やってるんですか今。スパーズはですね、どうですか、 FA カップでシェフィールドに1対0で負けていると。あ、ちょっと俺行きそうですね。バンリー勝ってる、グリムズビータウンが勝ってる。あ、4部にセインツ負けたらしいです。おい、地獄の敗北者らしいです、ホームでセントメリーズで。4部がベスト8ってなかなかないような気がしますけどね。なかなかねえよマジで。すげえな。4部の16位らしいです。4部の16位。うん、グリムズビータウンやるやん。いやー、あとさ、バンリーも勝ってんのか。さあ、残り1秒。あ、シェフィールド勝ったわ。スパーズ。ここで、敗退。タイトルが一つ。消えましたね。いやー。おいおいおい。これ一旦試合見てから何とも言えねえけどな。何とも言えねえけど。何とも言えねえけど。意外と強豪少ない FA 残ってる。あれ？シティとユナイテッド、ブライトン、ブラックバーン、フラム、シティ、グリムズビー。バンリー、ユナイテッド、シェフィールド。え、今年の FA ちょっと穴場じゃないですか。っていうか、体に引き続き穴場やんけ。あれ？めちゃくちゃだな、マジで。一部が逆にいなくない？来たね。一部 VS 二部。プラス四部。グリムズビーが。めちゃくちゃだな、マジで。